岩松正文です。身近な人の話をちゃんと聞きたいと思っている人のために、楽に話が聞けるようになる聞き方、傾聴の講座を開催したり、講師の育成をしている心理カウンセラーです。今回のテーマは、過去のトラウマに気づいただけでは人生は変わらないということで、まずお知らせです。私、岩松正文が開催している傾聴の講座の体験ができる体験会をZoomで開催しております。概要欄にリンクがありますので、よかったらチェックしてみてください。では、今回のテーマ、過去のトラウマに気づいただけでは人生は変わらないということで、私どうも最近ちょっと違和感を覚えることがありまして、私の今の生きづらさは、昔の親からの育てられ方が原因だったと気づきました。っていう方は結構お会いすることがあります。で、なんかね、自分の今までのモヤモヤした人生の悩みがそこで解決に向かうような、そういう喜びを感じてらっしゃる方が結構いるようにお見受けするんですけども、どうもその過去の自分の何かの原因に気づいたら、じゃあ人生良くなってるのかなっていうと、なんかどうも必ずしもそうじゃないんじゃないかなみたいなね感じを私受けることがあるんですね。私自身も確かに今の自分のものの捉え方とか自己肯定感のありようっていうのは、なんか小さい頃の体験っていうのは確かに影響してるなっていうふうには思うんですよね。でも最近こう不思議に思うのは、過去がこれが原因でしたって気づいても、どうもその今の人生が変わっていってない方が結構いるような気がするんですよね。なんて言うんでしょうかね。原因を突き止めた高揚感みたいなのがあるのかもしれないんですけど、なんですかね。こう体調悪い時に病名はこれですよってこう病名がね確定してくれた方が、なんで体調不良なのかわからないよりは、なんかすっきりする感じはすると思うんですけど、じゃあ病名がついたら治るかっていうと、具体的な対処法がある病気であれば、もちろんそこに薬を処方したりっていうアプローチができるんでしょうけど、その対処ができないものもあるわけですよね。なんかその過去の悩みっていう、まあそれが病気と同じようなものだとすると、そこに気づいてもそこに対して出せる処方箋ってそんなに正確なものあるのかなって。だからね、過去の育てられ方が原因だったんだっていうのは一つの喜びなのはなんとなく、分かる気も私自身もするんですけど、過去に気づいただけじゃ、今が変わらないとあんまり意味ないんじゃないかなっていう気がするわけですね。そうですね。だから何ですかね、過去って変えられないって皆さん頭では分かってるじゃないですか。だから変えられないものが原因だと分かっても変えられないわけですよ。手が届かないですよね、そこには。手が届くものであればね、そこの原因に気づいたら、例えば機械であればここが原因で壊れてるって分かったらその部品を交換すればいいみたいな感じでできるんですけど、仮に過去に原因があるって気づいても、そこはもう触れないですよと、手が届かないとこなんですよって言われたら、原因は分かっても何も変えられないっていうね、修理のしようがないんだったら、それに気づくことが必ずしも必要じゃないんじゃないかなっていうのが最近の私の考えです。もちろん過去に原因があることに気づいて何か手が打てることもあるかもしれないので、過去に気づくことそのものに意味がないっていうつもりはないんですけど、過去に気づいたら今が良くなるかっていうのは、これはちょっと議論が飛躍しすぎてる感じがして、過去に気づいても今が良くならないというケースは多々あるような気がするんですよね。で、なんでそんな風になるのかなって考えたらですね、これ時間軸が違うんじゃないかなって最近思うんです。なんか時間の流れって私たちって過去、現在、未来ってこういう風に流れてるような気がしますし、実際そうなんですかね、世の中の時間の流れそのものはそういう風に流れてるんだと思うんですけど、人間の意識の時間の流れってそういう順番じゃないんじゃないかなっていう気がしてます。どういう順番かなって言いますと、まず今ですよね。今を私たちは生きていて、で、今を生きている時に何かこの苦しみがあるとかっていうのは何かって言ったら、未来が見えなくなってるんだと思うんですね。
だから今の現状から未来を見て、そこにまあ何か明るい要素が今とか未来に見えれば幸せな人生を送ってる気がするし、今のこの現状から未来がね見えなくなってしまって、この先どうなるんだろうってなると、今あるこの状態から未来の見え方が変わってくるんだと思うんですね。だから時間軸で言うと、まず最初に今があって未来があると。で、未来を見たときに、そこにこう明るい要素がないときに、我々は何か頼るものが必要なので、そこで初めて過去に原因を求め始めるんじゃないかなと。今苦しくて未来が見えない。未来が見えないのはなぜだろうと。そうすると不安だから、過去に原因があるのではないか。こういう順番で物事を捉えるんだとすると、過去っていうのは未来が見えない原因として、まあ、そこに必要なものなのであって、じゃあ過去に気づいたら今が良くなりますかっていうと、それはちょっと関係がないんじゃないかなっていうね。そんなことにふと最近思うようになってきたんですね。そうだから、せっかくね過去に気づいても手が届かないんだったら、袋小路じゃないですか。どこにも行かないですよね。だから、なんていうんですかね、過去に気づいて過去を直せば今が良くなるっていうふうに考えると、なんかそれが具体的になんかできるんだったらそれもいい気がするんですけど、私はなんていうんですかね、過去って変えられないものが多々あるので、過去を変えなきゃ今が幸せになれないって思っちゃうとですね、それってある意味人生諦めなきゃいけないことになっちゃうんじゃないかなと思って、僕だったら苦しい気もするんですよね。だから過去が変えられなくても今は変えられるって思った方が、なんか僕は明るい未来を感じられる気がするんですけども、今ねこれを聞いてくださってる皆さんはどういうふうに思うでしょうか。で、私は傾聴っていう話の聞き方をお伝えしてて、もちろん話聞いてると過去の話いろいろ出てきますよね。まさに今お話ししたようなこれが原因なんだとか、あるいは過去が苦しかったんだって話もいっぱいあるんですけど、過去の出来事そのものを聞いてもあんまり意味がなくて、その過去の出来事を語っている今のその人の感情の流れって言いますかね、感情の動き、そこにこう一緒に沿うように聞いていく、それが気持ちを分かるっていうことだと思うんですよね。過去の気持ち分かっても意味がなくて、今ここにある気持ち、過去の辛さそのものでを聞くのではなくて、過去の辛さを語っている今のその気持ち、ここに関わっていくことがやっぱり今が良くなり、未来の見え方が良い方向に変わって、そうすると過去の意味が変わってくるんじゃないかなというふうに思うんです。まあ、過去が、まあ、意味があるものだまで思わないとしても、そのような過去があっても大丈夫だと、それは自分の人生には関係ない。そうですね、過去があっても自分の人生、これからの人生には関係ないって思えた時に、なんか人っていうのは幸せに生きられるようになるんじゃないかなと。そしてその傾聴っていうのはね、過去の話の中でそれを語っている今の感情を聞くことによって、今をね、感じ、今の感じが変わって未来の見え方が変わるっていうお手伝いをしてるんじゃないかななんていうふうにね、まあこの傾聴をお伝えし始めて18年になるんですけど、最近なんかそんなことをふと思うようになっております。なのでね、話を聞くときは状況だけ聞いててもなかなかね、どこにも行かないかなと思うので、その状況とか出来事を語りたくなってる今の気持ち、こういうのをね聞く関わり方ができるようになると、なんかねその人の悩み事とかそういうのの支えになるんじゃないかなと思いますので、よかったらやってみてください。今回のお話は参考になったでしょうか。ではまた次の収録でお耳にかかりましょう。